翼平面形、翼平面形とは翼を真上から見た形状のこと。翼に言及していることが明らかな文脈では単に平面型とも言う。この項では主に航空機のの翼平面型について解説する。平面型が単純な長方形である翼。第一次世界大戦頃までの服用機に多かった。現代では構造が簡単で製造しやすいことから、 廉価な小型機に、しばしば適用される。翼を取り外して、収納、輸送するにも瓶が良い。区形翼は、失速状態付近において、翼付け根に近いところから、翼上面の流れが剥離し始める傾向がある。これにより、翼端付近に設けられているエルロン状の気流は、翼全体が失速するまで剥離せず、最後まで操縦が可能となるので、利点と言える。一方、 欠点としては、同質量の楕円翼や、テーパー翼、口述に比べ上げ効費が悪いことや、同一翼面積のテーパー翼に比べて翼根に、かかるモーメントが大きく補強に余分な質量が必要となることなど挙げられる。翼幻長の翼幅に対する変化が、楕円曲線に従うような平面形、厳密な楕円形である必要はない。 翼端で発生する翼端渦に起因する誘導抵抗は理論的には楕円翼において最小になるためかつては楕円翼が採用されることがあった。楕円翼のこの効果は適切な比率に設計されたテーパー翼、口実で大差なく実現可能とされている。曲線形状の翼は生産性に劣ったりコストが増大したりするため現在では 楕円翼バサはほとんど採用されない。楕円翼バサは、戦艦機の航空機に多く見られ、スーパーマリンのシュナイダートルフィーレイス機やハインケルの高速機などで使われている。この延長上に、スピットファイアや HE111、ハインケルと技術提携していた愛知航空機の99式、艦上爆撃機などの第二次世界大戦機の楕円翼採用機がある。 翼端に行くに従い翼弦長が線形に変化。一般には減少する翼平面形状をデーパー翼と呼び直線先細翼とも呼ばれる。構造重量、構造強度、揚力分布、製造効率の観点から楕円翼に代替する翼平面形状として広く適用されている。失速状態に近づくと翼端から流れが剥離する特性がある。 揚力に起因する翼付け根にかかるモーメントを減少させるのに都合がよく、例えば海鳥の平面型は楕円翼ではなくテーパー翼となっている。翼端に行くほど翼幻長が減少する一般的なテーパー翼とは逆に翼端の翼幻長が大きくなる翼。アメリカの試作戦闘機 X 解マイナス91は後退翼の低速度域での翼端失速を 対策するために逆定パー翼を用て試作された。また、ソ連、現ロシアの R-27 ミサイルの稼働翼に使用されている。ギリシャ文字のデルタ、デルタと似た平面型を持つ翼を、デルタ翼、ミスミ翼と呼ぶ。低アスペクト比、高翼副荷重で低速巡航時は引く上げ工費となりやすい。一方、 翼圧に対して翼弦が長く前円交代角を大きくしても構造強度が高く取れる、また翼面積を大きく取れることから翼面荷重は小さい。結果として加速性、高速域での運動性に優れた特性を持ち、一般には高音速から超音速飛行に向くとされる。また、主翼の前後幅が大きいため、無尾翼機形式に向いている主翼の断面を S 横 S 字型に設計し、公園部分でマイナスの揚力を発生して水平尾翼の代替とする。水平尾翼を排すれば、それによりさらに効力も減少し、前述の高速飛行に向いているというデルタ翼の長所を高めることができる。また、機体をコンパクトにまとめることが可能で、機体の水力重量比の向上が期待できる。その反面、 無尾翼形式を採用すると高揚力装置を付加することが困難であるため、前述の低速時の引揚上げ交の問題と合わせて離着陸性能が劣るという欠点がある。しかし、大向かい各時には翼うわつらに大規模な渦が発生し、大きな効力と引き換えに大揚力を得ることは可能である。この効果をさらに発展させて、 離着陸性能の改善を図ったのが、ダブルデルタ翼であり、その改良型が前、翼を小型化したカナードを付加したエンテ型である。また、類似の効果は、ストレイクでも発揮できるため、これは、通常尾翼型の航空機にも、積極的に採用されている。水平尾翼付き形式としては、A、A-4、ミグ -21、無尾翼機としては、ミラージュ EE。 マイ -100 に等、かつて盛んに採用された。ダブルデルタ、クリプトデルタなどへと発展していった。現代では、カナード、センビ尾翼と組み合わせたクロースカップルドデルタとして、グリペン、ラファール、ユーロファイタータイフーンなど欧州の最先端機に取り入れられている。主翼の内側の前円交代角度と、外側の前円交代角度に差異があり、 内側の前円交代角を大きく、外側を小さくしたデルタ翼をダブルデルタ翼と呼ぶ。動作としてはラークスと全く同等であり、主翼付け根部分の前後方向の長さを大きく取ることで大向かい各時に渦を発生させる効果がある。この渦を用いて気流を誘導し、大向かい各時における翼上面の圧力分布を整え気流の剥離を抑えるものである。 スウェーデンの戦闘機ソブ JA35 ドラケンが初めて実用化した。他にはスペースシャトルのオービタ、ムビオクダブルデルタ、スマイナス144、カナードを付きダブルデルタなどの例がある。ただし、ドラケンの後継機にあたる JA37 ビゲニアインド空軍の国産戦闘機、エンジンはアメリカの g e 製 h a l テ JAS のように 外側の前円交代角度を大きくし、内側の前円交代角を小さくしたものも少ないながら存在する。一般的なダブルデルタ翼の場合と違って、ラークスと同等の効果はなく、その形態の導入理由は様々である。微減の場合は、比較的大型のカナードを装備するため、主翼とあまり重ならないように設計したためである。書籍によっては、 大小二つの前円交代格によって低速から高速まで幅広く対応するといった解説がなされているものがあるが、正確とは言えない。後述の交代翼の解説の通り、翼の前円の交代格は臨界マッハ数を高めるためのものであり、交代格を変えたからといって低速から高速に幅広く対応できるというものではない。可変翼は、 抗体核変化によって低速から高速に対応しているが、これは飛行マッハ数に対応するとともに低速時に、翼腹荷重を小さくするためである。前述のダブルデルタ翼の抗体核の変化を滑らかにしたものである。コンコルドは、王子翼と称して採用し、回 -16XL は、クランクとアローデルタ翼と称しているが、基本的には同じものであり。 効果的にもダブルデルタ翼、ラークスと同等々のものである。切り欠き三角翼、カットデルタ翼とも、デルタ翼の翼端を切り替えた形である。デルタ翼においては、翼端部分は揚力を生み出す効果が小さいため、いわば無駄になっている部分を切り捨てた形である。ただ、現実の航空機の設定としては、翼端部分を切り替えて、 翼服を小さくするというより、翼服は同様で、交代角を小さくした設計になる場合が多い。結果、通常のデルタ翼に比べて、翼面積が大きく、また前後幅が小さな設計となる。主翼の前後幅を大きく取らないため、無尾翼形式とする例は少なく、ほぼ尾翼付き形式が採用される。言葉を変えれば、通常のデルタ翼よりも、 尾翼付き形式に向いた形状である。デルタ翼とカナードを組み合わせたもの。一般にカナード翼を持つ航空機の形式はエンテ型と呼ばれるが、クロースカップルドデルタ翼の特徴としてはカナードと主翼を近接させ、場合によっては一部が重なるように設計することである。これによってラックスと同等の効果を得ることができる。また、一般のエンテ型は 主翼とカナードの双方の揚力で機体のバランスを保つが、クロースカップルドデルタ翼は、無病翼機の場合と同様に、主翼自体によって機体のバランスを保つ。このためカナードは揚力を発生しない場合が多く、もっぱら姿勢制御に用いられる、サーブ39グリペンのように、カナードを地面に垂直に立てられるように設計し、着陸時のエアブレーキとして模様できるようにしたものも、ある。 翼を左右に、まっすぐ伸ばすのではなく、交代角を持たせることで、翼上面に超音速領域が生ずるマフハ数、臨界マフハ数を高めることができる。交代角は、翼現状の25%をつなぐ線と機体の、左右軸との後方のラス角度で定義される。交代角をつけると、翼型に平行な方向を流れる空気の速さは、理論上、 機体の速さに高体格の予言を乗じた程度に減少させることができる。その分衝撃波の発生を遅らせることができ、高和音速、線音速領域での抵抗現象や臨界マッハ数を上げることができる。ただし、実際の現象から経験則を導き出すと、翼型に平行な方向を流れる空気の速さは、 機体の速さに高体角の予言の平方根を乗じた程度となることが分かっている。また、直線翼に比して、高速時の補助翼の逆機器、エルロンリバーサルを緩和できること、臨界マッハ数付近での縦釣り合いの変化を緩和できる操縦性の改善効果。また安定性の面から見ると、高体角には上、返り図のと同様の効果があり、高速での方向安定性や、 横安定性が良い。ただし直線翼と同等の上、返りズノをつけると復元性が強くなりすぎため、それを防ぐために、後退翼を使用する場合は上、返りズノを小さくするか、場合によっては、下返りズノをつける必要がある。後退翼には、以下のような欠点もある。また、後退翼に流れる気流は、アウトフローと呼ばれる翼付け根から翼端へ向かう。 流れとなるため、翼端付近では、翼から気流が剥離する、境界層剥離が発生して、翼端失速を起こしやすくなる。そのため、全縁に境界層板を取り付けるか、ドックトゥースやソ、カットなどの溝状の形状を取らせる、テーパー比、翼付け根と翼端との翼幻長の比を小さくする、翼端にかけてねじり下げをつけるなどの対策を、図っている。前述のデルタ翼や、 その派生平面型は、テーパー翼を交代させただけの交代翼に比べ、1の構造や強度の点で優れている。2の例としては、ボーイングのジェット旅客機は727頭の古い機種よりも767頭の新しい機種の方が、交代角が小さいことが挙げられる。これは、翼型の改良等により高速飛行中の効力を増大させることなく、 抗体核を減少させ、アスペクト比を増して、陽光比を上げることで、効率、燃費を向上させている。抗体翼は、基本的には、高音速、線音速もしくは、超音速飛行する機体のための翼系ではあるが、DC-3 旅客機など、レシプロ機時代にもすでに採用例が存在する。これは、下方視界の確保のためや、翼の揚力の中心と、 機体重心と機体の構造の兼ね合いなど空気力学的な観点とは別の理由によって後退翼になった。第二次世界大戦当時のドイツの Me262 ジェット戦闘機も搭載エンジンの変更に対する機体重心の調整から後退翼が採用され、偶然にもそれが音速域での性能向上に役立つことが判明した。以降ドイツで研究され、 戦後は諸外国で提唱され、1940年代末から本格的な採用が始まる。また、無尾翼機でも後退翼の採用例が見られる。主翼の一部でマイナスの揚力を発生し、水平尾翼の代替とする場合、主翼のプラスの揚力を発生する部分とマイナスの揚力を発生する部分が前後しない、機体のバランスは保てない。そのため、 交代翼形式を採用することになる。ただしこの形式の無備翼機は、黎明期には見られたものの、前述の通りその後は、デルタ翼形式が多い。全身翼は、後ろでなく、前へと角度をつけた翼で、交代翼と類似の効果がある。主な特徴は以下である。上記の内にについては、安定性の低さは、逆から捉えれば運動性、軌道性の高さであり、 ドッグファイト、特に対戦闘機戦を重視した戦闘機などでは利点になり得る。しかし、3の欠点が最大の障害であり、1960年代以前は本格的な全身翼は実現は困難だった。特に前縁にも前進角がついているほどの機体は航空史上それほど多くはない。しかしテーパー翼などで前縁が直線ないし、それに近く、 公園には大きめの全進格がついていて、全体としては全身型になっているものはそう珍しくもなく、対戦機でも日本の機体では、ゼロ戦のそれや中島の帝国陸軍戦闘機、97式戦闘機、1式戦闘機、2式短座戦闘機、4式戦闘機のテーパー翼、海外のものではスピットファイヤの大円翼などや、 特に HE162 の翼型はその傾向の強いものである。1970年代以降、複合材料技術の発達に伴い、空力弾性テーラリングと呼ばれる成形技術を利用することで、重量増加ペナルティを小さく止めることが可能になり、本格的な全身翼機の実現への機会、工学的ハードルが下がった。さらにフライバイワイヤーの進歩による、 運動能力向上機、CCV などにより、本質的に不安定な飛行を制御するようになったことか、そういった機では、全身翼は有効な方法だと考えられた。その結果生まれたのが、NASA の実験機 X-29 である。また複合財政の実験機としての例に、ホンダメガヘルツ例にがある。他に、ロシアのスホーイが、プライベートベンチャーで開発した。 SU-47 も全身翼を採用している。2015年には練習機だが全身翼を採用した SR-10 が実用化され飛行している。前述のような前縁が直線上のものは対戦後も民間機などに採用例はいくつか見られる。例えば HFB320 ハンザジェットがあり、欠点は多いもののビジネスジェットの先駆けで一部は 旧西ドイツ空軍でも使用された。飛行性能を求めたものではなく、主翼の桁を後方にずらすことで、キャビンの容積を大きくするための採用だった。副座の練習用グライダーにもよく使われ、特に LED 区のびせ者の L-13 型がよく知られる。高速飛行時や加速時には翼服を小さくし、抵抗を減少させ、離着陸時や、 低速巡航時は欲腹を大きく取り揚力や揚光比を高める手段として付け根を軸として左右の各主翼を前後に動かせるような機とし離着陸時や低速巡航時には主翼を前進させ高速飛行時や加速時には主翼を後退せることで飛行速度に合わせて主翼を動かす翼であるいわゆる可変翼の一種であるが基本的にコスト高で 翼を動かす装置が複雑となり、機体の重量が増加する上、メンテナンス性に劣るため、軍用機以外での採用は、ほとんどない。そもそも可変交代翼が必要となる、超音速機が、民間機にはほとんど存在しない。そのようなごく珍しい例として、超音速旅客機ボーイング2707で、検討されていたことがあったが、1971年に、 同期の計画は中止された。ベル X-5 回 -14 回 -111、トーネードミグ -23 ミグ -27、SU-17 つ -160B-1 などが知られる。2017年現在、架空機のようなものを除いて、現実的に実用化され広く知られている、可変前進翼の例がまだないことから、 もっぱら可変交代翼である。関西機が格納時に翼端を畳むようなもの、飛行中は固定は、可変翼には通常分類しないが、XB-70 バルキリーの高速飛行時に翼端を大きな、下返り図ので折り空力特性を変化させている例などは、か翼の一種と考える場合もある。またその他の可変翼の一種と言えなくもない形態の、機としては、 シコルスキー X ウィングのようなタイプもある回転翼機、ヘリコプターモードと、その回転翼を回転させず固定する固定翼機モードを持っている。実用機には採用されていないが、実験として様々な形状が考案されている。平面型が円形に近い円盤翼は、幅を狭くしたまま、翼面積を稼げるため高い揚力を得られるため、失速しにくく構造も、 強固になる。幅が狭く失速しにくい特性は、艦載機に向いているため、XF-5U の開発が行われたがメリットが、少ないため中止された。この他にも、ZAC-AS-6 のテスト飛行が行われた。斜め翼、アブレイクウィング、オブリーク翼機は、必ずしも可変である必要はないが、そのうちでは広く知られている NASA の AD-1 は、 実験の目的から可変としている。AD-1 の場合、大体直線に近い主翼の全体を、中心の一点を軸として、斜めに回転させることができる。低速時には機体に対して垂直とし、直線翼機となる。高速時には機体に対して斜めに動かされ、左右の片側は後退翼、もう一方は全身翼となる。斜め翼という形態は、 高速飛行時に効力が少なく衝撃波の発生がない利点があるが、機体照度の高さは、機体蒸気の一種ともいえ、機体照さに由来する航空機としての力学的難しさの高さがある。かつて NASA が、エイムズ、エイムズドライデン、ドライデン -1 という実験機で飛行試験を行った写真、外部リンク参照。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。